さてと、やっぱね、ちょっと俺考えた結果、ローラーはまあそもそもできないと考えて、チャージャーはね、昔やった時に下手くそすぎて、お前はチャージャーに二度と触るなって言われたから、多分グダグダになっちゃうんだよね。結果的に俺ね、このスプラニューバーが一番合ってんじゃねえかなって思うの。このウレションスタイルは、俺に一番合ってんなって思うから、やっぱこれでいくわ。これでボコボコにしてやろう。一番楽しいかも、ウレションスタイルが。さあ、戦場に悪魔が舞い降りた。一度縄張りにしたところをまた縄張りにするゲーム、それがスプラトゥーン。行くぞ。チームメイト、お前らの名前は正直何も覚えてない。さあ行け、グミンども。朝4時に起きてる暇人ども、俺のために戦ってくれ。俺はちょっとここで様子を見ている。このカーリングがさ、なんか昔なんかさ、ミニ四駆みたいな感じのさ、あれの跳ね返るバージョンになってるってことなんだよね。結構良くないっすか。いいよ、みんな楽しくやろう、楽しくやろう。これ楽しくバトルしよう。スプラトゥーンはさ、楽しくさ、暴言とか吐かないゲームだから行こうぜ。ここまっすぐ見えてんだよ、ザコどもがよ。場所は分かってんだよ。行くぞ、しっかり行って。ウレションモード入ってんだよ、あいつ。いいよ、うちのチームにウレションがもう一人いるっていうのはいいね。よし、ここにゆっくり行こう、ゆっくり行こう。時間をゆっくり使って、塗ってって塗ってって、塗ってって、ここにも投げつつの塗りつつで行こう。投げつつ塗りつつでいいよ、投げつつ塗りつつ安定でいいよ、投げつつ塗りつつで。で、あいつ来るからちょっと俺逃げるね。今日はね、一回もやられないのを目的に行きたいんだ。最高、うまいよ、うまいよ。しっかりやってるよ。場所確保してます、場所確保してます。ここは任せろ、ウレションスタイル。行くぜ、行くぜ、行くぜ、行くぜ。くそ、あいつら壁に隠れやがってよ。ずるいぞ、ザコ。うまい。壁に隠れつつ俺が終わったところをそうやっていくのは確かにうまい。今のは1本取られました。山田君、座布団300枚持ってっていいです。で、ここら辺塗られてないからしっかり塗ってって、こういうね、微妙に塗れてないところも塗っていくっていうのが大事だと思うんだよね。いいよ。で、しっかり塗って塗って、で、これ下も、下も塗ろっか、下も塗ろう。いいよ、大事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 、それが一番大事。ここで投げつつの、相手いるよ、敵。俺との1対1を望んでいるのか、あいつは。だが俺は1対1は望まねえ。なぜかというと、戦い始めると負ける気がするからだ。ここはちょっとビビリの器用を出そう。いや、正直今日は器用という名前でやってないんだ。あっていう名前でやってるんだ。だから今日、陽気っていう名前でやってないから、正直負けたとしても、別にあっていう倒した、あっていう人物を倒されたっていうだけで、陽気という人物は今まで一度も負けてないからね。都合のいいようにこの陽気の名前を使ってこう。はい、俺ではありません。負けたのは陽気ではありません。あっていう人間です。なんでこのくびれ大魔神ってやつ強そう。くびれ大魔神ってなんだよ。お前、戦いの最中にくびれ見せてくんじゃねえよ。お前、戦いよりそっち注目しちゃうわ。しっかりジャンプしてていいよ、ジャンプしてていいよ、壁乗りジャンプしてていいよ。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。塗りつつの、危ないぞ、気をつけろ。みんなで戦いに行こう。オッケー、くびれ大魔神みんなで倒したね。危ない危ない、気をつけろ。ここは任せろ、任せろ任せろ。おいやー、いいの倒してます。私たちみんなで協力しています。それがスプラトゥーンチームアです。よし、ウレションスタイル入るか、ウレションスタイル入っていいか。まあ一回、まだ行こう、まだ行こう。30秒ある、30秒ある。で、敵がいないから、ウレションスタイル来い来い。壁に逃げたな、壁に逃げたな。ちょっと待って、ここ危ないな、危ないぞ危ないぞこのウレションスタイルがちょっとなんか対策されつつあるぞ。危ない、危ねえ。こいつの壁際に使いの、オッケー、ナイス。お前の分も俺が戦う。勝ってる勝ってる、いい戦いいい戦い、勝ててる勝ててる。おっと、陽気選手、結局負け知らずの言葉ですね。勝てるんだよ、オラ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 、ザコどもがよ。もらったぜこの戦い、ひゃ来ました。 58% ぐらいもらってますね。イエーイ。多分これ俺ね、1位もしくは2位並みの活躍だわ。ビリじゃねえか。さてと、もう俺はこの武器になれたから、誰にも負ける気がしねえな。あのまま、おっと、なんかメンバーが似たような感じするけど、お、くびれ大魔神、一回くらい俺くびれ大魔神とチームになりたかったな。さ、ここで塗ってって塗ってって、で、ジャンプしつつ使いいので、見た感じさ、あのさ、チャージャーのひたたたなのかな、チャージャーのひたたたのぶっ放せって強くない？あれ、壁無視して攻撃してこない？こっちのさ、ウレションスタイルもさ、もうちょっとなんかね、ウレションジャンプスタイルももうちょっとなんか、あの壁貫通技がいいよね。塗っていきつつ、ジャンプしつつ、やりつつ。ただね、俺、スプラトゥーンの実況だけではね、ちょっとね、喋りづらいわ。スプラトゥーンの実況ってあんまね、喋れない。正直。スプラトゥーンの実況で喋れてる人ってね、普通にすごいと思う。ずっと喋り続けてる人はね。あのさ、勝ちそうなとか負けそうな時にさ、力入っちゃって喋り忘れる人いるじゃん。うっ、あっ、ザーみたいな感じの、そのスタイルになっちゃいやすいわ。さあ、ウレションスタイルで飛んでこっかな。敵どこにいるんだろう。
敵がいねえな。敵いねえからちょっとウレションスタイルやりようがねえな。ジャンプしつついた。ここでウレションスタイルやるか。ウレションスタイル、ウレションスタイル、くらえくらえ、オッケー。ウレションスタイルで攻めつっていくのありだね。ウレションスタイルで攻めつっていくのありだ。ここ打ってって打ってって塗ってこ塗ってこ。でジャンプして、ここいけないな。ここ上から行かなきゃいけないんだもんな。みんなチームメイト、どこにいるの。俺のチームメイトいた。チームメイトみんなここにいる。チームメイトみんな固まってる。他の部分取られちゃうんだよチームメイト。ジャンプして、いや取られるんじゃない、俺らが全部取ってるから取られることがないんだ。何それ、完璧じゃない。行こう、ジャンプして行こう行こう行こう、みんな行くよ。危ない。みんなかわしたね。うまくなってんじゃないの、俺の指示通りに動いてるからよ。ここで投げつつ、行きつつ、ここに投げつつ、行きつつ、投げつつ、ちょっとずつ攻めていこう。そしたらやられる。まああんまり行かないべきだねこういう時って。これ勝ち、くびれ大魔神出た。え、これめっちゃ勝ってんじゃん、めっちゃ勝ってんじゃん。楽しいな、やっぱり雑魚どもをケチョンケチョンにするのはよ。さあ行くぞ。ここでアイテム投げつつ、はい、ここここ投げてます、ここ投げてますよ。さあみんなでここ行くよ。はい、みんなで行くよ。はい、もうくびれ大魔神倒しました。アオリイカはしません。そういうマナーが悪いことは俺は身内にしかやりません。で、こっち行って、左に行きつつ、楽しいよみんな。相手の右上の文字にピンチって出てるよ。だろうな、何せこっちのチームには最強の男アがいるんだからよ。くびれ大魔神なんかわかんないけど倒してるからな。なぜくびれ大魔神、お前くびれ大魔神これに弱いんだろ。くびれ大魔神人以外に弱いんだろきっと。で、ここでジャンプして乗って乗って、でここも塗ってこっか。ここも塗りつつで、そろそろウレションスタイルやりたいけど、ウレションスタイルやる暇がないレベルだな、こっちが強すぎて。これどうやって登っていくの。あ、ここから登っていけばいいのか。オッケー、走ろう。登って、やばい、残り10分なのに圧倒的余裕があるんだけど。これ敵1人いないんじゃないってくらい余裕があるんだけど。塗りつつ、危ないね。打って塗って、こんなのやられねえよバカ。こっち行って、6543、なんで最後負けるの、くびれ大魔神。オッケー、勝った。え、圧倒的すぎて、ちょっとこれいいのかな、こんな試合しちゃって。これ敵4人いたよね。 64% これ敵4人いたよね。それでもしかして負けてんの。2人いない。